うわ、やっと鍵開いた。二人とも大丈夫。嘘。メタトン。しっかりして、メタトン。よかった。バッテリーが切れただけみたい。メタトン。あなたがいなくなったら私。私。まあ別にどうってことないけどね。だってロボットだから、もし壊れたっていつでも別の作れるし。先に行ってて。ちょっと一人にして。お待たせ。じゃあ行こっか。もうすぐアズゴア王とご対面だね。なんかちょっとドキドキするね。これでやっとお家に帰れるね。待って。何でもない。元気でねって言いたかっただけ。ダメ。もうこれ以上は無理。私、嘘をついた。人間一人の魂だけじゃバリアを抜けられない。人間一人の魂とモンスター一人の魂がないとダメなの。だからあなたがお家に帰るには、あの人の魂を奪わないといけない。アズゴアを殺さないといけない。ごめんね。ここまで来たか。ニューホーム。ハロー、私は庭にいるよ。何か打ち明けたいことがあるならいつでも来るといい。鍵はキッチンと廊下にある。ハートのロケット古びただが、昔々遺跡に一人の人間が落ちてきました。怪我をした人間は大きな声で助けを呼びました。トロフィーだ。98エンドお花スリスリコンテスト優勝ペア。洋服探査、サンタクロースのコスチュームが入ってる。アズガーの日記だ。今日のページにはいい日だとだけ書いてある。インクはまだ乾ききっていない。その声を聞きつけたのは王様の息子アズリエルでした。アズリエルは人間をお城へ連れて帰りました。
やがてアズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。王様と女王様は人間を我が子のように可愛がりました。地底の世界は希望に包まれました。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。人間は最後に一つだけ願いを叶えてほしいと言いました。ふるさとの村の花畑を一目見たいと。しかし私たちにはどうすることもできませんでした。そしてその翌日、人間は息を引き取りました。悲しみに暮れたアズリエルは人間の魂を取り込み、すさまじい力を持つ存在へと姿を変えました。人間の魂の力でバリアを抜けたアズリエルは亡骸を抱え、夕日を浴びながら進んでいきました。人間たちの暮らす村を目指して。やがてアズリエルは村の中心にたどり着きました。そこには金色の花畑がありました。アズリエルはその上にそっと人間の亡骸を乗せてやりました。その時、突然甲高い悲鳴が響き渡りました。亡骸を抱えたアズリエルを村人たちが見つけ、彼が人間の子供を殺したと勘違いしたのです。村人たちは捨て身でアズリエルに襲いかかりました。アズリエルの体は何度も何度も人間の攻撃に打たれました。アズリエルにとって村人たちを滅ぼすのは造作もないことでした。それでもアズリエルは反撃しませんでした。人間の亡骸をしっかりと抱いて微笑みながらその場を立ち去ったのです。怪我を負ったアズリエルはなんとか家にたどり着きましたが、お城に入るなりばったりと倒れ込んでしまいました。アズリエルの体は塵となり、お城の庭に降り注ぎました。王国の民は悲しみに暮れました。王様と女王様は一晩のうちに二人の子供を亡くしたのです。人間たちはまたしてもモンスターからすべてを奪いました。王様は決心しました。国民の苦しみを終わらせると、ここへ落ちてくる人間は誰一人生かしておかないと。7つの魂が手に入ればバリアを壊すことができる。もうすぐアズゴア王が私たちに希望をもたらす。さあ、あなたも笑顔になって。嬉しいでしょ？心が弾むでしょ？あなたはもうすぐ自由になる。
ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めば、お前は王と相まみえる。王とお前が、この世界の運命を決する。だがその前に、まずは審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて、手に入れた EXP、それらをもとに判定が下される。EXP というのは、何のことかわかるか。正式にはエクセキューターポイント、他者に与えた痛みの量を数値で表したものだ。誰かを殺すと EXP が溜まる。 EXP が一定以上溜まるとラブが上がる。そう、ラブの本当の意味も教えてやろう。正式にはレベルオブバイオレンス、暴力レベルのこと。他者を傷つける能力を数値で表したものだ。殺せば殺すほど感情を抑えるのが容易になる。感情を抑えるほど自分は心の痛みを感じなくなる。何のためらいもなく他者を傷つけることができるようになる。でもあんたは一度もラブを手に入れなかったな。だからってあんたの心が真っ白だって言うつもりはないけどさ。でもあんたの心はいつもあったかかった。自分はどんなに辛く苦しい思いをしても正しい行いを貫いた。あんたは絶対に誰かを傷つけようとはしなかった。バトルから逃げる時でさえいつも笑顔だった。あんたはラブを手に入れず、ラブを手に入れたんだ。わかるかい？わかんないかな。さてと、あんたはいよいよこの旅で最大の試練を迎える。ここであんたが取る行動が世界の運命を決めるんだ。あんたが戦うことを拒めば、アズゴアに魂を捉えて人間たちは滅びる。アズゴアを殺して地上に帰れば、オイラたちモンスターは地底の世界に閉じ込められたままだ。さあどうする？ま、オイラだったらとっくに諦めてるね。でもあんたは諦めなかったからここまで来られた。そうだろ？つまりあんたは決意ってもんを持ってるんだ。そいつを捨てない限り、自分の心に正直に行動し続ける限り、あんたには正しい判断ができるって信じてるぜ。そんなわけでみんなあんたを応援してる。頑張ってこいよ。剣の間。さ、休憩しますかね。よし、謁見する前に心残りを果たしておくか。右側だな。一周目には行かなかった。棺桶だ。名前が刻まれている。河川。中は空っぽだ。この中に俺が入るってわけか。怖い演出だな。ちょっと戻るか。ここのドットいいな。は？もしもし、アンダインだが。うるさいパペルス、これはお前のアイディアだろ。人間、お前にあるものを配達させろ。配達してくれると嬉しいな。ストーフルのパペルスの家の前にいるから取りに来てくれ。ん？ありがとうなす。またどうぞ。図書館か。ました。ちょっとお願いしたいことがあるんだ。この手紙を届けてもらえるかな。アルフィーに。え？どうして自分で届けないのかって？だってこれ内緒だけど、友達だから特別に教えてあげるね。だってホットランド暑いんだもん、行きたくない。ってことでよろしく。アンダイの手紙を手に入れた。
あ、そうそう、もし勝手に呼んだらぶっ殺す。ありがとね、すっごい助かる。アンダイはよく手紙を書く。でもいつも自分の気持ちをうまく書けない。だから自分で届けに行こうとすると途中で戻ってきて書き直そうとするんだ。だから今回は貴様に頼んだ。貴様は敵だ。何しろ恥を知らないからな。言い方ってもんがあるだろ。お前言い方ってもんがよ。ぽい。どうしよう。また手紙が来てる。読みたくないよ。外に戻しちゃおうかな。ダメだね。いつまでもこんなことしてた。よし、読もう。ずいぶんしっかり封がしてるな。え、なにこれ。ちょっと、どういうつもり。いたずら。え、どういうこと。これあなたが書いたの。署名がなかったからわからなくて。うっそ、どうしよう。嬉しいな。あなた、手紙だとそのちょっと雰囲気違うね。それに意外だった。私、あなたにひどいことしたから、許してもらえないと思ったのに、こんな手紙をもらえるなんて。しかも、こんなに情熱的な内容で。わかった。じゃあ、そうしよう。あなたへのせめてものつないに。いいよ。私、あなたとデートする。デートスタート。あー、うまい。しゃがわなくて。ねっ。この服、友達に選んでもらったの。その子すっごくおしゃれでね。なんでもない。じゃあ始めようか。デートスタート。あ、まあ待て。やっぱまだだった。で、ストップ。その前に相性メーターを上昇させるアイテムをあげるね。そうすればデートの成功率が上がるんだよ。そうだよね。大丈夫、ちゃんと用意してきたから。こんな日のためにいろんなプレゼントを準備しておいたの。まずはこれ、メタルアーマーポリッシュ。あなたには必要ないから。あ、でもね、ほら、ウロコ用の防水クリームもあるよ。うん、ウロコ用。それじゃこれはどう。魔法の槍をリペアキット。やっぱりアイテムなんかいらないよね。早くデート始めよう。デートスタート。そうデートするよ。あなたはそのアニメは好き。はい。あ、本当？私もだよ。ねえ、どっか出かけようか。でもデートの時ってみんなどこ行くのかな。あ、そうだ、ゴミ捨て場に行こうよ。着いたよ。ここはアンダインと一緒に来るんだ。いろんな、いろいろいいものがいろいろ見つかるの。アンダインってね、本当に嘘。アンダインがいる。あなたデートしてるとこ見られたらどうしよう。なんでって。そら大変だ。こっちに来る。お、こんなとこにいたのか。その例のあれだけどな、やっぱりお前が届けない方がいいと思ってさ。自分に届けるよ。だから返せ。あ、持ってない。なあ。で、あいつに会えたのか。お、そうか。ならこの辺りにいるはずだ。助かったよ。もうちょっと探してみる。びっくりした。多分もうバレバレだよね。私、アンダイのことが、好きなの。ごめんね。あなたの手紙を読んで思ったの。あなたとデートごっこしてみると思ったらしいからって。そうすればあなたを誘うことはなくて済むし。なんか、こんな風に言うと余計ひどく聞こえる。ごめん。ほんとごめん。私またやらかしちゃった。私が本当にデートした相手はアンダインなの。だけど、私なんかには手が届かないから、別にあんたがダサいって意味じゃないよ。ただ、アンダインは堂々としてるし、強いし、面白いし、それで引き換え、私は何の取りもないでしょ。ただのペテンシーだもん。王室所属の研究者だけど、私の研究のせいでたくさんの人が不幸になった。アンダインにはいっぱい嘘ついちゃったから、私のこと立派なモンスターだと誤解して。でもアンダイと特別な関係になったら本当のことを知られちゃうよ。私どうしたらいいかな。真実を打ち明けろ。真実。でもそんなことしたら嫌われちゃうよ。このままの方がいいんじゃないかな。嘘を突き通せばアンダイも私も傷つかずに済む。でも本当のことを打ち明けたら二人とも不幸になるよ。
自分に正直に生きろってよく言うけど、私はそのもん自分が嫌い。それよりみんなから好かれる人を演じていたいの。へへ、分かってる。あんたの言う通りだよ。毎日怖くて仕方ない。みんなが本当のことに気づいたらどうなるんだろうって。みんなショック受けるよ、私のせいで。でも自分で安泰に打ち明けなんて、そんなの無理だよ。そんな勇気ないもん。絶対うまく言えこない。練習する？どうやって？ロールプレイしよう。え、ロールプレイ？そうか、そういうのはちょっと楽しそうかも。じゃあどっちが案内やる？君が案内。私が案内なの。わかった。じゃあ案内が言いそうなこと言うから、あなたはその私がやるべきことをやってます。おほん。うわぁ、アルフィー、今日も可愛いな。私はよくそういう深い意味はないぞ。お前なんか全然好きじゃないからな。案内、話がある。話？お前は私ね。はぁ、まあいい、聞いてやる。お前はなぜか私の話を楽しそうに聞くからな。聞きながらお前をじっと見つめるのは、お前に冷や汗をかかせるためだ。で、話は何だ？真実を伝え。何だと？じゃあ、お前は私にずっと嘘ついたのか？アルフィ、どういうつもりだ？お前なんかスライムいいから。友達だと思ってたのに裏切るなんて。お前のことを心から信じてたのに。いいか、アルフィ、私は決してお前は好きにならない。お前は絶対私に強く抱きしめられたらしない。あんたは決してこの美しい唇で、お前にキスしてらっしゃい。今なんて？あ、あんたい、これは違うぞ。あれ、おい、ちょっと待って。今日の服すっごい可愛いぞ。どっか出かけるのか？お前たち、ひょっとしてデート中か？そう。じゃなくて、違うの。ていうか、デート、デートじゃなくて、あんたいとのデートをロールプレイしてたの。なんだって？聞いて。あのね、あんたに私ね、あなたにずっと嘘ついてたの。嘘？何の話だ？何って、何もかもだよ。回想みんなただのアニメでフィクションだ。それかね、電話でアルフィ、私アンダイの前ではカッコつけたくて、頭が良くて生きてる子だって思われたくて、ダサいオタクだって思われたくなくて。アルフィ、私、アンナイのこと本当にかっこいいなって思ってるから。アルフィ、もういいよ。もういいんだ。よく聞け、アルフィ。私もお前のこといいなって思ってるぞ。だが、これだけは分かっておいてほしい。今お前が言ったことはほとんどどうでもいいから。お前が子供用アニメを見ようが、歴史の本を読もうが、私にとってはどちらもオタクコンテンツに変わりはない。私はお前の研究熱心なところが好きなんだ。それが何の研究だろうと、お前は必ず全力で打ち込む。いつでも 100% の力を注いでいる。だからもう私に嘘なんてつかなくていいんだよ。私以外の奴らにも嘘をついてほしくない。お前が自分を好きになれるように協力させてくれ。ちょうどお前のぴったりの訓練もあるし。アンダイ、本当？あなたが私を訓練してくれる？はあ、私が？まさか。それはパピリスの役目だ。さあ、骨の準備はバッチリかな。自分のいいところを叫びながら高低100種ジョギングだ。よし、タイマーオンにするぞ。あ、アンダイ、私頑張るね。うん、今のアルフィの話嘘だよ。アニメも漫画もあれは全部現実のことだろ。頼む、アニメはフィクションじゃないと言ってくれ。アニメは本物ですよ。ははは、やはりだ。待っている、強大なスリ、魔法使いのプリンセス。そのアルフィのこといろいろありがとな。本当に言いたかったことは言えずじまいだったけど、多分あの子はもう大丈夫だと思う。それじゃ私もあいつらに合流するよ。またな。ハロー、貴様は俺様を心から信用してるな。大いに結構だ。実はアルフィーとの訓練が早く終わって、ぶっちゃけ本当にびっくりするぐらいすぐ終わった。だからアルフィーは家に帰らせた。アルフィーはもうすっかり家に帰ってるはずだ。何が言いたいかっていうと、別に深い意味とかちびっともないんだけどね。貴様も絶対行ってみた方がいいと思うな。アルフィーのラボに絶対仲いいことあるとしか思えないもんね。じゃあね。しっかり雪道を伝えてくれるのか。
皇帝100周早すぎるだろ。ある日の書き置きだ。手書きでとても読みにくい。頑張って読んでみた。背景、私に力を貸してくれて本当にありがとう。みんなにはとても感謝しています。でもね、改めて認めるのは勇気がいるけど、私の問題は周りのみんなに解決してもらえるものじゃない。私、いいモンスターになりたい。もうビクビクしながら生きるのは嫌なの。そのためには、自分の犯した過ちにきちんと向き合わなきゃ。だから今からそれを実行することにしました。ただ、これだけははっきり言っておきます。これはあくまで私一人の問題。でももし私からの連絡が途絶えて、真実を知りたいと思ったときは、この手紙の真上にある入り口に入ってください。みんなには私が何をしたか知る権利があるから。手紙に書いてあるのはそれだけだ。ここか。ん？トイレじゃないのか？うわっ！警告警告、何すか？エレベーターのパワーレベルだ。電子ケーブルの強度低下。コードが急激に下がってまーす。うわー、なんだここは。ボロボロだ。ナンバーワン、ついに王の依頼を実行する時が来た。私は国民たちを解放する力を生み出す。私は魂の力を解き放つ。ナンバー2、バリアは魂のエネルギーで封印されている。このエネルギーは人工的に作り出すことができない。魂のエネルギーは命あるものの亡骸からしか抽出できない。つまり新たに作るにはこの世界に存在するものを利用するしかないのだ。すなわちモンスターの魂で代用するより他ない。ナンバー3、しかし生きたモンスターから魂を抽出するには凄まじいパワーが必要。無論魂を抜いた瞬間本体が死亡するのは言うまでもない。また人間の魂は体の外へ出ても存在し続ける。多くのモンスターの魂は死ぬとすぐに消えてしまう。モンスターの魂を消滅させない方法さえ見つかれば。ナンバー5、ついにやった。完成した装置を使い人間の魂からある要素を抽出した。人間が死んだ後も魂が消えないのはこの要素のおかげだ。生き続けたいという意志、運命を変えたいという強い気持ち、私はこの力を決意と呼ぶことにした。なんだここは。真実のラボ。床にメモが落ちる。ところどころしか読めない。エレベーター停止。真ん中のドア。電源ルーム。ポペトチッスプ。ナンバー6、王は国民全員に動かなくなったモンスターを差し出すようお触れを出した。今日そのモンスターたちが運び込まれてきた。今はまだ意識のない体が存在するけど、すぐに塵になってしまう。でもその前に決意を注入したら、死んだ後も魂を消滅させない方法が見つかる。私たちが自由になる日は思ったより早く訪れるかもしれない。なんだと。ナンバーナイン、問題発生。モンスターたちの体が塵にならなくて魂が手に入らない。お葬式用に塵は返すと約束したのに、遺族からどうなってるんだって問い合わせが来てる。どうしよう。手術台でのベタベタしている。怖っ。
床にメモが落ちてる。ところどころしかない。排水口を落とした。あっ！